ここからが金星の展示コーナーです。金星を担当する加藤と言います。金星江戸時代の長野県の様子を覗いてみましょう。どうぞ。正面に見えるのは昭和の国絵図です。とても大きな地図なんですが、これは本物の地図をパネルにしたものなんです。本物はこれよりもっと大きいんです。この地図は昭和4年に当時長野県を治めていた大名たちによって作られ、幕府に治められた地図です。現在の長野県と信濃の国は大体同じ形ということが分かりますね。あ、一つ言い忘れていました。この地図、北が上ではないんです。北が向かって右になります。なので首を90度右に傾けてみると見えてきましたか？それではもう少しそばで観察してみましょう。この地図には四角いものがいくつも書かれています。これは各地にあったお城です。少し前の大河ドラマの舞台にもなった上田城も描かれていますね。さらに道、川、そしてたくさんの丸が描かれています。この丸は当時信濃の国にあったたくさんの村です。これだけたくさんの村があったということがわかります。この村の中で一つの村に注目してみましょう。現在、千曲市庁舎がある千曲市杭瀬家はもともと杭瀬家村でした。このように、当時使われていた村の名前が地域の名前として残っています。さて、次は江戸時代の生活を体験しに行ってみましょう。ここは江戸時代の農家の中です。この農家、なんと江戸時代の本物なんです。実は長野県にあった佐水村、現在の飯綱町というところに残ってたお家を解体して運んで歴史家の中に建て直しました。なので柱はすべて本物です。ここでは今の皆さんの生活と江戸時代の生活を比べてみたいと思います。周りを見渡してみてください。お家の中に馬がいますね。でもペットではありません。馬は畑を耕したり荷物を運んだりと農作業で大活躍し大切にされていました。なのでお家の中で一緒に生活をしていたんですね。そして
形を変えて今の私たちの生活に欠かせないものになっています。さて何でしょう。正解は照明です。今はスイッチを押すと照明がついて部屋は明るく照らしますが、江戸時代は松の根、これです、松の根を燃やして照明にしていました。まだまだ紹介したいところはありますが、次で最後になります。外に出てみましょう。最後になりましたが、ご紹介するのはこちらです。これもまた今の私たちの生活に欠かせないものです。さて何だと思いますか。正解はお手洗いです。ちょっと中を覗いてみてください。はい、当時のうんちやおしっこといった排泄物は実は畑の肥料になっていました。とても大事なものだったんです。この大事なものはこちらの樽の中で発酵させて熟成させてから畑にまかれていたんです。畑にまくときはこちらの樽を通過して、そしてこちらに移し替えられます。ちょっと寄ってみてくださいね。畑にまくときはこの樽を担いでいました。こんな感じです。片方で17キロ、両方合わせて34キロ、棒も入れると約35キロの重さになります。これを担いで畑に行って撒いていたということが当時行われていました。近世の展示コーナーではこのような体験がたくさんできます。ぜひね、遊びに来ていろいろ体験してみてください。